はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。本当に1日に1回はですね、この系統の話題が出るんですけどもですね、やっぱり、お隣さんの人々もですね、これはまずいという自覚があるんでしょうね。まずいという自覚はあるんだけどもですね、何かしようというか、自分のライフスタイルを変えようとか価値観を変えようということにはなっていないんですね。昨日24日に著作オンラインに出ました記事でございまして、旅行に行けないと解禁こじきと言われる、無理して外車購入…韓国人が子供を産まない理由とは、という書いてあるんですけど、今年に入って、第3四半期7、9月までに生まれた新生児の数は17万人台と過去最低水準となった。このままでは今年第4四半期の合計出生率が史上初めて 0.6 人を下回りかねないと懸念する声まで上がっていると。なんかドドドドドッと落ちてますね。ついこの間 0.8 やとか 0.9 やとか言ってたのですね、 0.6 も下回る。すごいな。これに対して夫婦が子供を持とうとしない理由を正確に把握し、少子化解決のための実質的な対策を講じていかなければならないと叫ぶ声が上がっている。だとすれば、青年世代の無子女夫婦たちはどういった理由で子供の出産を軽減するのか。保健福祉部は12月7日、アディトリー、ソウル市、随走区で少子化現場の話に耳を傾け、政策課題を発掘するため最初のファミリーストーミングの場を設けた。同日のイベントには今後子供を産む計画はなかったり、子供を産まないと決めたりした青年世代夫婦が参加し、出産について自由に意見を交換した。彼らが語った子供を産まない最も大きな理由は、競争の激しい韓国社会の雰囲気だった。連合ニュースによると、ある参加者は解禁する子供たちを旅行に行けないと見下す解禁こじきという言葉までが登場したという。解禁こじきね、解禁こじきとは2019年末からカフェなどで拡散した単語で、学校を欠かさず解禁する生徒は学校外体験学習などで海外旅行に行けないという家計の厳しい子どもの象徴といった意味合いで使われている。新型コロナのパンデミックが終わり、今年初めに海外旅行が再開されたことで再び登場したという。まあまあ、いいかこうあるんですけど、もうこの辺にしときましょうか。いつも申し上げていることではあります。小学生ぐらいの子供がですね、一日も休まずに学校に行ったと。そしたら、お前というか貧乏やし海外旅行に行けへんやろとか言われるわけですね。別に夏休みに行ったらええやんと思うんですけど、そんなオフシーズンにわざわざですね、海外旅行する方が貧乏ちゃうのと僕は思いますけどね。オフシーズンで夏休みもオフシーズンなんですね。だから夏休みに海外旅行すると高いんですよ。だから金持ちはでも気にせず行きますよね。僕は海外旅行、家族で海外旅行は行きましたけど、どうでしょうね、オフシーズンだったような気しますね。いえね、海外旅行はっきり言って。若い時はね、好きでしたよ。若い時は好きで、それは行ってましたけど、最近なんで嫌かというとね、一人で行く分には好きなんですよ。まあ好きというか、お気楽です。家族を連れて行くとね、親父というのはリーダーでしょ。そうしたら、要はね、アテンドしてるようなもんなんですよね。で、パッケージツアーなんか行けば行かないでしょ。自分で手配するから、自分で着いたら、次はこうして、次はこうして、こうして、ホテルに着いてチェックインしてとかって。で、ホテルに着いたらチェックインするのもですね、安いホテルに泊まってるんで、英語使わなあかんでしょ。めんどくさい。超めんどくさい。
だから行くの嫌ですけどね。でもなんて言いますか、休んで子供をですね、子供と一緒にハワイ行ったとかっていう人って何回もいますし、今年は何回グアム行ったとか、ハワイは何回行ったとかいう人もざらにいましたね。自分の子供から話を聞くと、まあそういう金持ちばっかり行ってるような学校に行ってたんですけどね。うちちゃうね、うち貧乏やけど。まあそれはええとしましてですね、お隣さんではですね、そうなんですね、子供が毎日学校に行って解禁するとお前とか貧乏やと言われるわけであってですね、もうだからもうシーズン中に海外旅行行かなあかんでしょ。で、あとはね、子供迎えに行くのにね、外車で行かんとね、子供の心が折れるって言うんですよ。この前そういう話が出てましたけど、迎えに行く車なんかなんでもええやんと僕は思うんですけど。いやー、めんどくさいですよね、ほんまに。僕は子供を学校に迎えに行ったことはないですけど、幼稚園とかもなかったかな、ないですね。あれですよ、高い車なんか乗ったことないから、平気で行きますよ。しかし、お隣さんって見えっぱりでしょ。もう、本当に見えっぱりなんですよ。100人いたら99人見えっぱりなんですよ。99.9 人ぐらい見えっぱりなんですよ。はっきり言うて。だからそうでなかったら生きていけないんですよ、お隣という社会は、私が見てる限りは。とすると頑張ってですね、年収600万ぐらいの人がですね、BMW 買ったりするんですよ。無理でしょそれ、はっきり言うて。まあ日本でもいますけどね、年収600万ぐらいのに BMW に乗ってたおっさんってのは、そういうところってものすごく生きにくいから、子供作らんとこうというふうになるわけですね。見えっぱりの社会を変えればいいだけの話なの、はっきり言うて。そうしたら大人の出生率上がりますよ。ところが見えっぱりってね、みんなでやってるもんやから、みんなが一斉に今日からやべとかってできないんですよ。で、大人がなんで見えっぱりになってるのかって僕はようわからんのです。説明ができない、理解してないからね。日本人は見えっぱりもいればですね、見えっぱりじゃない人もいて、見えっぱりはみんな湾岸のたまねぎ住んでるんで分かりやすいんで、あいつら見えっぱりやって。いや、分かりやすいんですけど、見えっぱりじゃない人もいて、見えっぱりじゃない人は見えっぱりじゃないエリアに住んでるでしょ。僕もそうですけど、下町エリアみたいなところに住んで、で、そこで見えって形やらんと銀行に生きていこうみたいになってるわけですよ。それで、やってるわけであってですね、でも大人さんにはそういう選択はないんですよ。下町に住んで、片石払わんと生きていこうって選択はないわけですよ。もう 99.9 人が見えっぱりなんで、見えを張らざるを得ないわけであって、見えを張っていない貧乏くさい、こういうことをやってると、貧乏や貧乏やと言われるわけですよ。本当に、なんて言いますかね、生きにくいと思いますよ、それは。今日も別の記事読んだんですけど、今ですね、お隣さんって個人消費って全然伸びてないですね。個人消費伸びていないのに、昨日クリスマスイブかなんかで、こう、中央のデパートとかって人だかりいっぱい来るんですって。で、物買わないんですって。どうするかって言うとみんな写真撮るんですって。で、デパート側が写真を撮るスポットって設けてて、そこもすごいかっこいいんですって。で、みんなそこに行って写真を撮って、ほんで自分の SNS に上げるんですって。ほんで物買わんと買えるんですって。なんか売り上げ伸びてへんやんって話で。はぁ、っていう感じでしょ。そのスポットに行くのに1時間2時間並ぶんですって。ちゃんとな、写真撮るためだけのために。ああ、なんともなんともこう、さもしい感じがして、しかもみんなが撮るところで写真撮ったってね、いいことなんもないやんと僕は思うんですけど、それやったら工夫してね、かっこいい状況を作ったらいいと思うけど、まあ、かっこいい状況作らんでもいいんですけど、別に SNS にね、あげんでええやんと思うんですけど、お隣ってね、その SNS かにあげるためにですね、ブランド物の箱だけをね、ヤフーオークションみたいなところで買うんですって。それ積み上げて、買いましたって、ほんで、写真撮るんですって。いやー、本当にね、いや、日本はね、いいんですよ。下町があるし。別にそういうところで暮らしてたらいいし。貧乏人の住むエリアで住んでたらいいわけですよ。でも向こうはですね、日本で言えば湾岸タワマン以外のですね、選択肢がないんですよ。みんなだからああいうところに行ってですね、お互い見栄を張りながら暮らさなあかん。いやそんな。まあ、それやったらやっぱりね、子供まんとこと。子供がいるとですね、地域コミュニティに入れなあかんでしょ。漫画のタワマンでもそうなんですよ。子供のいない人は別に見栄張って暮らさなくても全然 OK なんですよ。
ただですね、幼稚園児がいると、まあ、せいぜい小学生までもいるとですね、やっぱりとあの同じ建物内にな友達ができるでしょ。なママ友ができるんですよ。やっぱそこからですね、間違いが始まるんですけど。それで入ってなければ別に全然 OK なんですよ。はい。まあ、ということでございまして、ですね、この著書オンラインの読みかけましたアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。